オブスコットランド、または、イーリスオブスコットランドは、ノルマン・朝イングランド王・ヘンリー一世の王妃。父は、スコットランド王・マルカム三世。母は、サクソン王家のイングランド王・エドマンド二世の孫である、マーガレット。ダンカン二世のイボ妹、エドワード、エドマンド、エドガー、エゼルレッドアレグザンダー一世の同母妹、メアリー、デイビッド一世の同母姉。 13歳の時父が戦死し、スコットランドが内乱状態になると、3人の兄弟や妹メアリーらと共に、母方の叔父エドガーシリングを頼ってイングランドへ渡った。王子たちはウィリアム2世の宮廷に迎えられ、王女らはオバクリスティーナが院長を務めるラムジー造ンへ預けられた。王女が2層になるのは珍しいことではなく、赤髭王が ブルターニュ公やサリー博との縁談を持ち込んでも断り続けた。夫ヘンリーと知り合った権威は定かでないが、兄ウィリアム二世の死後、長兄のルマンディー公・ロベールを出し抜き王位を手に、するため、ヘンリーは王位についたら、アルフレッド大王の血を引くマティルダを王妃にすると、議会に確約し、承認を得た。このことから、総院時代からすでに見知っていたと思われる。長男ウィリアムと、 長女、マティルダの西の母となった。ありがとうございます。